宮沢賢治の言葉、真の幸福に至れるのであれば、それまでの悲しみはエピソードに過ぎない。人はやるだけのことはやるべきである。けれども、どうしても、どうしても、もうできないときは、落ち着いて笑っていなければならん。落ち着きたまえ。我々ができることは、今を生きることだけだ。過去には戻れないし、未来があるかどうかも定かではない。世界が全体幸福にならないうちは、個人の幸福はありえない。僕はきっとできると思う。なぜなら、僕らが今考えているのだから。